し、おはようございます。今日はですね、老化について年がいって年齢を重ねれば重ねるほど当たり前ですけど老化するんですけど、その老化に対してまあ何かねケアをしていきたいってめっちゃ相談を受けるんですけど、方法がわからないってことで、まず老化がどういうふうに起きるのかって話になるんですけど、私たち人間っていうのはどんな人でも生まれた瞬間から老化していきます。これはなぜかというと、私たちはこう酸素を吸って生きてるんですけど、この酸素というのは鉄とかを見ればわかるんですけど、酸化って言って錆びるじゃないですか。あの錆びるっていう状況が私たちの体の中でも行われているんですね。酸素が私たちの体を錆びさせてしまっているっていうのが一つの理由としては、活性酸素というものになるっていうのが、まあ、老化の原因だと言われています。この活性酸素なんですけど、私たちの呼吸の 2% ぐらいは必ず活性酸素になるんですね。で、この活性酸素っていうのが私たちの細胞を錆びさせているっていう原因になります。じゃあこの活性酸素を除去できれば老化しないんですけど、じゃあ活性酸素を発生させないようにしようと思ったら、一番簡単なのは呼吸しないことなんですけど、まあ当たり前ですけど呼吸しないってことはできないので、じゃあこの呼吸しないことはできないから、じゃあどうするのかっていうと、まあ、活性酸素が体の中でできてしまうのは仕方ないので、それをどうやって無害化していくかっていうのが大事になってくるんですね。じゃあそれをどうやるねんっていう話なんですけど、呼吸をするっていうことももちろんなんですけど、食品添加物を取ったりとか、ストレスを抱えたりとか、あとはまあタバコを吸ったりとか、アルコールを飲んだりっていうことも活性酸素ができてしまう一つの原因になってしまうので、じゃあそういうことは減らしていきましょうよってことになります。普通にコンビニ弁当だったりとか、食品添加物の多いファーストフードだったりを食べると、それだけで活性酸素が発生してしまうので、普通の人より、健康に気を使っている人よりも、そういうのを気にせず食べてしまうと体が錆びやすくなるってことですね。